石灰化剰性ハゲン性腫瘍はゲン性腫瘍の一種で通常良性腫瘍でアガ・リンパ節転移を起こす悪性例の報告も通例存在する。ピンドボーグ腫瘍とも1955年にピンドボーグにより命名された腫瘍でかつてはゲン性石灰化剰皮腫と訳された。後発年齢は特になく10から90歳代まで発生する。 わずかに女性に多い。60から70%が下顎に発生し、特に第9支部に多く、約50%で埋腹場と関連している。大部分は骨中心性である。派原性遺産上皮、埋腹場の体縮エナメル上皮、含む派生脳法の裏層上皮、高校粘膜上皮などが由来として考えられている。境界明瞭な探望性。 または多房性の透過像の中に石灰化物を認める。アミロイド様の物質の沈着が見られ、細胞間橋の目立つ多角形細胞のシート上から削上の増殖が見られる。また、多形性が見られるが、異形各分裂像は見られない。そのため、鑑別診断としては容易であるが、細胞の多形性を悪性所見であるとしないよう、注意が必要である。アミロイドは、 混合レッド染色や、チオフラビンティ染色で証明する。大部分は、骨内製で、緩慢に増大する、無痛性主流。稀に、骨外性。上顎骨に発生した場合、突出、微出血、鼻空閉塞が発生することがある。一般に摘出術が行われるが、大きなものでは、顎骨切除術、再建術が選ばれることもある。再発は稀である。 長浜淳二、佐藤慶二、田町慶二、鹿島健二、ダーツトム、角直美、中山岩尾、横山茂雄、悪性馬原性石灰化上皮腫の一例、日本臨床細胞学会雑誌第41巻第6号、特定非営利活動法人日本、臨床細胞学会、2002年11月、406から410ページ、一瞬0387から1193、 2010年5月3日、閲覧。JJ、ピンドボーグ、カルセファイングエピシーリルオドンテジェニックトゥーマー。アクタパサル、マイケロブエル、スキャンド111、71、ABCD、カクトール、7、派遣性使用症例に、カラーアトラス EBM に基づいた、高校病理診断学、カクトール、立川哲彦、田中洋一、谷口国久、長瀬書店。 京都市上京区、2003年11月28日、第1班、ピアニッシモ、133から134。ISBN4 から816011307。ABC 高田隆森正彦、小川育子、第7章高校主要に派遣性、主要2、良性上皮性派遣性、主要3、石灰化上皮性派遣性主要、高校外科学、白砂金光、 古郷美希彦、いはやく出版、東京都文京区、2010年3月10日、第3版、209から211ページ。ISBN 978から4から263456354。うんしど BB01513588。BB ABCD 格闘検事、V アゴ高校領域の使用及び、類似疾患、シンプルテキスト高校外科の疾患と治療。 栗田健一、角藤健二、小林香織、長瀬書店、京都市左京区、1998年11月23日、第一版、ピアニッシモ、143から144、ISBN4 から816010718。ありがとうございます。